皆さん、ご機嫌いかがですか？パワビスです。カッケだよ。霊夢です。マリサだぜ。サクヤです。フランだよ。今回、私はカッケと安定の PC 資金で PC パーツ買いました。今回、スカイレイクのコア i7 を買うのは金銭的に不可能なので、今回買ったのは、今回、CPU とマザーボードをまとめて買ってきました。パワビスさんはコア i7 を買いたかったけど金銭的に厳しいので、私はコア i7 を買うため、2、3ヶ月分のお金を貯めて買おうと思うので、ぐっと我慢して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 、スカイレイクのペンティアムをとりあえずの CPU としました。このペンティアムはコア i7 到来とともに役目を終えますが、それだともったいないのでメイトに積もうと思っています。というわけで、コア i7-860 よりはマシかと。しかし、何か足りませんよね。何が足りないと思いますか？メモリ。DDR4 メモリがありません。せっかく、スカイレイクのペンティアム PC を組み立てようと思っても、メモリがなけりゃ作れません。つまり、棚の上でおねんねです。つらい。つらすぎる。僕もパワビスさんもお金使い果たしてしまいました。なのでお金がありません。ひどい。ひどすぎる。簡単に言えば机がない状態で勉強するのと同じですね。これは面倒だね。ということで、皆さんにお願いがあります。今回400人記念はウプ主救ってください企画とします。DDR4 メモリ、できれば 8GB 以上。物乞いするのは良くないというのは承知した上です。しかし、PC 作ってくださいと要望もあったため、やらないわけにはいかなくなってしまった状況です。ということで、DDR4 メモリを提供していただけるか、2、3ヶ月棚の上でおねんねか、視聴者さん次第です。正直860では処理が追いつかなくなってしまい、まともにエンコードされなくなってしまいました。NV エンクでもやってみましたが X264 よりも40分遅いという結果に、最終的にはエンコードできなくなってしまいました。ということで、Core i7-860 は無能な CPU となりました。初代には内蔵グラフィックがないため、めっちゃ遅いし対応してません。もし、心優しいお方いましたらよろしくお願いします。というか、スカイレイクだけどペンティアム PC 自作なんて見たい人いるのか？わからん。まあ、自作には変わりないよね。ということで、おそらく860での動画はこれっきりで終わりです。それ以降は動画作れません。ということで、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。何かありましたら、パワードビスタの Twitter にてお知らせください。そして、こちらに名前貼っておきますので DM からどうぞ。そしてパワードビスタを応援よろしくお願いします。それでは、よろしくお願いいたします。次回作は未定です。状況次第復帰します。それでは、さようなら。